アンディ・モレはフランスの風景画家である。ブルターニュのポンタバンなどで活動したポンタバン派の画家の一人で、ブルターニュの海岸の風景を鮮やかな色使いで描いた。マンシュケ県のシェルブールイコール・オクトビルにルイーズ・モレという女性の死生児として生まれた。1875年に軍隊に入るまでの経歴はほとんど知られていない。ブルターニュのロリアンに勤務していた時、 軍の上官がモレの才能を見出し、ブルターニュに住む海洋画家のコロリエに紹介し、コロリエから風景画を学んだ。1876年にパリのエコールでボザールに入学することができ、ジャン・レオン・ジェロームやアンリ・ラマンに学んだ。私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンでもジャン・ポール・ローランスの下で学んだ。1880年にサロンド・パリに初めて出展した。 しばしば、ブルターニュのコロリエの元を訪れていたが1888年に、ポンタバンを訪れ、ポンタバン派の画家、エルネスト・ド・シャマイアールや、エミール・ジュールダに共鳴した。ポンタバン派は、ポール・ゴーギャンが、指導的な役割を果たしていた。モレは、ポンタバン派の新しい拠点となった、ポンタバン近傍の港町、ルプルドに住んで活動した、最初の画家の一人となった。 1891年にゴーギャンがダヒチに旅立った後、モレの絵画も独自のスタイルに変化していった。画商ポール・デュランイコールリュエルに認められて、パリやロンドン、ニューヨークで展覧会を開き、顧客のために多くの作品を描いた。ありがとうございます。